少しデザインした形で、はい、逆にカウンターに行く山本から宇佐美もいますが、宇佐美にボールが出た、オフサイ、宇佐美左足、まあ、意識した、まあ、シュートでしたよね、はい、まあ、この辺は技術の高さっていうところがね、まあ、出ましたし、まあ、エースが決めたっていうところが大きいじゃないですか。浜田も入ってきそうです。シュートが来る。作ったのも素晴らしかったですし、まあ、なんといってもこのシュートですよね、はい、コーナーキック、鋭いボール中央、カカー、こぼれたシュート。このハーフボレーの中で宮代、まあ、このシュートの正確性と抑え込む力ですね、素晴らしいシュートでしたね。タイミングを測りながら曖昧になっているというか、まあ、失点してしまったことによって動揺もあるかもしれませんけど、はい、少しコンパクトさがないですよね。はい、じっくり栄えというところで、そしてシュートは、おーっと、まあ、見事なシュートですね。止めてから本当にね、無駄のない動きで、もう狙いすましたようなシュートですよね。シュート、関口、まあ、まず富樫がこのセンタリング待ちじゃなくてここに入ってポストプレーで関口選手にパスを出したところがまず素晴らしかったのと、まあ、その縦パスに対して関口選手の潜りですよね、まあ、ここをコースを狙って落ち着く、リーグ戦となります。そしてどうぞ西村、さあ後ろから木田かわしてシュートだ、決めた。木田選手のボールを受けた時も迷いなくゴールを狙ってましたね。まず利き足じゃないんですけど、利き足で素晴らしいゴールでしたね。ミドルレンジャーですね。シュートが出せなかった。シュミル族だ、シュミル族、運んで菊池が対応して前を向く、守備力かわして左足シュート、決まった。まあ、おそらく最後のシュートはクルマーレンの股下ですかね。あ、そうですね、はい、まあ、ある程度これ逆サイドを狙うということでディフェンスが来るだろうなっていうのは予測してのニアサイドのシュートでしたかね。なかもしれないですね。ジョアン・オマリから長友、繰り返し長友、長友折り返し、うん、ファーサイド中村、収めて、オッケー、アナイフ、オレーシュート、見事でしたね。少しシンプルに攻撃を仕掛けて中に入れてくると今一番増えてますけどもね、長友のこのファーサイド2度目ですね、いいクロスでしたし、最後もよくここ粘ってマイナスに入れましたね、はい、渡辺もあのオッケーオッケーと声が聞こえましたけどもね、アダユトに触るなという声をかけてボレー打ちましたね、はい、ただミートが完璧でしたね、はい、おー、綺麗なボレーシュートですね。得点王にも輝いています。残り15分での得点は新潟が16、失点はほとんどない3点という数字になっています。一方の秋田も11得点、残りの15で言いますが、長いボール打って島田のシュートはゴールの前だ、なんという素晴らしいスーパーゴール。楽しいです、このセカンドボールからですよね。まあ、この時点でもう前もって見てた感じですよね、やはりこのキーパーの癖というかね、そういう位置取りっていう部分を、まあ、ただね、こう狙って簡単にできることではないので、やはりこのキックの技術の高さが出ましたよね。素晴らしい。さあ、馬場、そして若狭が中に入っていきます。もう一回背押し、ペナルティーエリアの中、送ってシュート、うわ、すごい、決まった、スーパーゴール、田口、自陣からこう一気に速い攻撃で前進したんですけど、まあ、これ、三木とこの末吉の関係ですけど、ちょっと大外も間に合ってなかったですし、ちょっとどうかなと思ったんですけど、はい、やっぱり最後のところでボックスまで、先ほどもありましたけど、こうスプリントして入ってくる、ボックス、ボックス、